listening to Shibuya Cross FM. さあ、本日も始まりましたスポーツグラデーション。この番組は元サッカー日本代表奈良橋明さんとともに多彩なトークで色付けしていくスポーツバラエティ番組です。奈良さん、よろしくお願いします。お願いします。何探してるんですか？いや、キョロキョロしてるだけ。キョロキョロしてるだけですか？はい、よかったです。なんか自分探しのために出るんかなと思ったんですけど、キョロキョロしてる、キョロキョロしてるだけ、はいはいはい、ね、暖かくなってきました。今日はね、今日は暖かかったですよね。本当に暖かくて、はい、ホワイトデー。あ、ホワイトデーや。僕も買いましたから。もう、あ、奥さんに、嫁と娘に買いましたよ。すぐ速攻。さすが家族サービス、速攻買いました。僕買う相手がいない。またさ、まあ、聞いてないです、そこは。あ、本当ですか？何も聞いてないです。あ、本当ですか？はい、いいですか？そこはしっかりと、はい、僕先週、この間までちょっとこう九州行ってたんですけど、桜がもうね、満開になってましたから。いい、宮崎とかあの辺は。僕はだから先日、はい、久しぶり仕事で、はい、三好さんの、はい、地元、あ、大阪行ってきました。行ってきました。行ってきました。どこの試合？いや、試合じゃなくて、梅田にトークイベントで。え、梅田でトーク？はい。人なんか いました？はい。え、人いました？いましたよ。あ、本当ですか？久しぶりに大阪行ったんで。一人でやったんですか？え、一人じゃないですけど。誰がいたんですか、もう一人？え、もう一人誰がいたんですか？まあ、知り合いの方が。知り合いの方とトークショー？まあ、めんどくさいな。本当ですか？まあ、行って、はい、久しぶりに行ってきました。行ってきましたか、大阪。はい、どうでした？まあ、エスカレーター慣れないのと、なるほどね、右と左でね、はい、久しぶりに大阪行って、はい、まあでもすぐ帰ってきちゃった。あ、そうですか。はい、もうすぐ帰ってきちゃったんで。わ、はい、かりました、はい、今日もよろしくお願いします。そしてアシスタントです。まずはどうぞ。はい、こんにちは、荒沢久留米です。とコンテンポラリーダンサーとして舞台を中心に活動しています。と最近では CM などにも出演しています。と、そうですね、ダンサーをお探しの方いましたら、ぜひインスタグラムまでご連絡ください。待ってます。はい、よろしくお願いします。じゃあ続いてどうぞ。はい、ミシオです。ダンサーと、あとはインストラクターとして普段活動しております。はい、あとはルファンヌというコンテンポラリーダンスの3人組のグループを組んでおります。のその3人組で、はい、つい3日前ぐらいかな、のアジアンカンフージェネレーションさんのミュージックビデオに出演して、はい、それが YouTube に上がってますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。見ましょう。はい、見ます。すぐ見ます。もう帰ってもすぐ見ますから。口だけだ。お願いします。さあ、そして本日のスペシャルゲストです。俳優の増江翔太さんです。はい、どうもありがとうございます。俳優の増江翔太です。もう何回目ですか？はい、の何回目も出過ぎじゃない？ありがとうございます。出過ぎでしょう。出過ぎでしょう。ありがとうございます。もうだって付き合いも5年、僕は5年以上あるし。そうですね、はい、飲み友ですもんね。飲み友先輩とはもう、はい、嬉しいですね。ね、嬉しいです、はい、こうやってね、ちょこちょこと来てくれるだけで、はい、本当にね、マセ君が来るとこう周りが女子で固まるんですよ。いや、だから、はい、僕が遮っちゃってるんですよ。あ、いやいやいや、ちょうどいいんですよ。だからちょっとこう、僕はそっち行ったらほらね、ちょうどいい。まあ、ポンポコリンだからポンポコリンポンポコリンってなんだろう。余計ほら、余計遮っちゃう。見えない。そう、余計見なくなる。壁になる。よし、邪魔だ。怒られて。外の女性ファン。いや、わかんないぞ、マジで。言ってください。ありのまま言ってください、ね。いやいやいや、本当に。違う、多分。ポンポコリンが邪魔なんだよ。言ってくださいね。ポンポコリンって言ってくださいね。タヌキって言ってくださいね。タヌキで。多分ね、はい、マセ君に会いに来てるんじゃなくて、半分僕にも会いに来てます。はい、1曲目、1曲目もまだです。まだまだ、まだ、はい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 、もう終わってまうわ。このまま言ってたら終わる。すぐ終わる。ごめんなさい、ごめんなさい、番組がすぐ終わる。いや、改めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、マセさんとはさ、最近こう映画とかその辺の収録とかあるんですか？あ、もうなんなら4月1日からロードショーで舞台挨拶が始まるんですよ。僕ら呼ぶっていう話全くあったね。あった。なんか魚屋の親父でとか。違う、八百屋。ほら、全然人の話聞いてないからね。八百屋ね。八百屋、僕は八百屋。なんか弁護士じゃなくて裁判官。そんな感じですよね。なんかそんな言ってくる。そんな感じ、そんな感じ。なんかね、と思ったら翌年二人とも倒れたでしょ。そう倒れていったからね。奈良さんだけなんですよ、元気なの、ちゃんと。僕も八百屋で、八百屋で行きますか？八百屋デビュー。一応だから呼んでよ。呼びたいけど、いつか倒れるじゃん、二人とも。ダメですよ、もう倒れちゃう。映画に俺も。はい、倒れちゃダメですよ。出たことあります？映画とか。映画？うん。
映画はないです。何があるの？あ、え、いや別に何もいや、その考えることちゃうでしょ。ないでしょ、ドラマもないでしょ。ドラマ、はい、ないないんだよ。いや、今ね、今考えたの、うん、サッカー人生考えて、はい、サッカー人生で考えて、ないです。ないよね。ないです。映画もない。でも CM なんか出てましたよね。あー、CM ね。そうですよね。昔ありました。J リーグのね、あの、トトの、トトの前園さんと、中西さん、前園さんと、もしあったりしたっけ、中西誠一さん、あー、中西さん、はい、ね、出てましたから。昔ですけどね。いやいやいや、すごい反響だね。すごいことですね。本当に知らないですか。まあ、僕はいいんですよ。タルキ、また余計な話が。え、どんな映画なんですか、それ。なんか、群像劇ってそれぞれが主人公みたいな映画なんですけど。え、どうやって、なんて、なんて、あの、それぞれここにいる、例えば全員が主人公みたいな映画なんですよ。どんな映画それ。結構群像劇って今流行ってて、うん、韓国映画とかでも群像劇、群像劇って言うんですよ、はい、なんか、途中で主人公が切り替わるんですよ。え、見てて、お、結構面白くて、誰が犯人みたいな、誰が一番悪いやつっていうのが分かんないんですよ。で、お客さんも見てて、うん、あれ、私もこの人の気持ち分かるっていうのはそれぞれ変わるじゃないですか。うん、ただ三好さん派の人もいれば、うん、僕派の人もいて、うん、奈良橋さん、え、それいない。いや、それ奈良橋派はいない。失礼いたしました。そんな見方ができる映画で、ちょっと面白いですよ。ああ、そう。うん、それが4月1日から。そうです。え、どれぐらいの時間上映されるんですか。2週間の期間だけ2時間。2時間。はい。放映されてて、ロードショーで。この辺、渋谷とかでも流れるんですか。どこ、池袋ですかね。池袋。はい、その期間だけ、ちょっと短めなんですけど。行きたい。あ、嬉しい、はい。絶対来ないじゃないですか。いや、行きますよ。さすが翔太さん、分かってる。うちらはね。分かってる。もう奈良さんと僕、分かってるんですか。すぐ行きます。長い付き合いだから。やってないっすよ。分かってる。もう三好生のね、性格分かってるから。分かってるから。でも今月はほら、いよいよサッカーね、決まりますよ。どうなるか。何が？いや、何が、ね、ね、ああ、日本代表、ね、日本代表が ね、はい、そうですね、決まりますやん。もうすぐに発表なんで、ね、うん、メンバー、日本代表の、ね、メンバー発表、日本代表の、ね、そこも楽しみです。でも今回オーストラリアから、うん、あの、こう時差がね、日本から行くとほぼないじゃないですか。で、こうヨーロッパから行くと丸ね、一周っていうかね、うん、うみたいな形になっちゃうから、うん、どういうメンバーになるかっていうのはね、ちょっと監督、まあ、だからね、やっぱりこの、2試合目、はい、ホーム、ベトナムですけど、まあ、やっぱりアウェイのね、うん、オーストラリア、きちっとそこでね、ワールドカップ決めてほしいなと。そうですよね。勝てば、引き分けでもいいんですか。引き分けだったらダメじゃないですか。ダメでしたか、はい、勝つしかないんですよ、ね、勝てば、はい、はい、ちょっとね、いいニュースが、ちょっと今ね、世界中がもう全部戦争じゃないですか。そうですね、うん、もうちょっと嫌じゃないですか、ああいう子供たちが泣いたりとかね、はい、ああいうのちょっと見てたら、僕ほら、子供大好きなんでね、とっとっとっと。だってちょっと先生とかもやってるでしょ。もちろんですよ。ね、だから子供どうなんですか。こう可愛いでしょ。あの子供本当可愛いんですよ。なんでちょっとね。何年生ですか。最近保育園のところも見てるし、中学生高校生も見てます。ほら、おお。保育園でダンスの先生やったり、うん、あとは中学校と高校で体育の先生をやったり。体育でいきなり野球とかサッカーもやるんですか。もちろんもちろんもちろん。え、もちろん、え、やりましたよね。やったけど、いや違う、先生ってそういう先生。あ、もう体育の先生。そんで体育の先生。え、って、幼稚園にはダンス教えてるんですか。ダンス教えてます。今ダンスって、やらないとダメなんでしょ、うん、必修です。必修でしょ。へー、あ、そうなんですか。そうですよ、はい、ダンスも必修なんです。だからダンスでいじめられたりするんですよ、できなくて。させません。ね、そんなことそんなことはさせません。だから僕させません。させません。させません。どれないでしょ。そうなんだ。ね、絶対。昔なかったですもんね。なかった。そうですね。ないですよね。なかったですね。ないですよね。僕牛乳飲めなくてなかなかね、こう買い出し飲めなかったですよ。ありません。そっち？そっち。掃除始まってね、うん、まだ牛乳飲んでる子いたじゃないですか。牛乳ってあれでしょ？給食。そう、給食のね、ね、牛乳ね、はい、飲めました、うん。まずくなかったですか？いや、別そんななかったです。あ、本当ですか？はい。三好さんだけでしょ。みんな牛乳嫌いでしょ。好きですよ。ほら、うん、そうそう、大好きですね。ほら、絶対嘘。大好きなわけで僕だけ嘘なんだ。牛乳ね、俺好きですよ。牛乳好きでしたか。わかりました。今日もね、ちょっと一日こんな感じで進めていきたいと思います、はい、ではオープニング曲どうぞ。はい、リサのスマイルです。
上で失ったものを持って嘆いたり、それでもいいよ本当の意味で、大切なのはずっとここにあるから、 Smile, smile, smile 全部抱えたままでいたから笑おう、 Smile, smile, smile ほら明日が見えてきた、 Smile, smile, smile 泣きたい時こそ思い切り笑おう、 Smile, smile, smile ほら元気出てきたでしょ、からは今月のピックアップスポーツです。今回は J リーグと、はい、そしてちょっと僕は旅の話なんかもみんなとしたいなと思ってるんですけど、どうでしょう、旅スポーツもう旅のうちに入れていいですか。いや、どんどん入れてください。じゃあそうですか、どんどん入れてください。今 J リーグどうですか。ちょっとこう、まあ、もともと思ったら川崎がね上がってきましたけど、で今シーズン、はい、そんな圧倒的な強さじゃないんですけど、でも負けないんですよ、やっぱり来たかって感じですね。ああ、ね、そういう中で、まあでも去年みたいにこう、うん、なんていうか、独走、独走はないと思うので、うん、まあそういう中で、まあどこがこうフロンターレを、まあ、止めるというか、うん、うん、なんですかね、ついていくか、ついていくかっていうところからまた始まりそうですかね。だと思いますけど、全然試合の日数がむちゃくちゃじゃないですか。やっぱ ACL とかあるんで、まあそうなのと、あともうコロナとかもね、まあ、まあそうですね、含めて、で今まだマンボウでしょ。はいはいはい、いやですよね。いつなくなるの。確かにこれ長いですよね。映画とかも撮るの大変じゃない。結構大変ですよ、シーンはね。え、うん、なんかこうちょっと接触ね。そうですね。キスシーンとかどうするの。あ、もう一切ダメになりましたね。え、ダメなの。ダメなんですよ。それやりたいのに。なんでやるんですか。え、ジャラハシさんどうですか。 NG NG 早い NG NG まあまあ早い NG。え、そういうのやっぱ接触がダメなの。ダメになりましたね。あ、そう、距離感とかも。距離感とかも、はい。え、そんな遠くででも叫びやってんの。まあちょっとシーン的に嘘ついて、うん、カットカットで近く見せたりとか。違和感ありますよ。おかしいね。おかしいです。やりづらいんじゃないの。めっちゃやりづらいです。あ、そう。 PCR とかちゃんと受けててもダメなの。一応受けなきゃいけなくなったんですけど。そうやね、それでもダメ。ちゃんとダメですね。まあダメじゃないですか、見てる人がどう思うかですか。まあね、うん、確かに撮ってますよなんて書けないもんね。結局そこですから。この2人が今 PCR 撮ってます、はい、陰性ですとかね、できないですね。みんなかかってますからね、周り。どうですか、周りかかってません。どうなんですか。そこまで多分調べてる人もあんまりいなくて、うん、あ、そうなの、はい、だから体調悪くても、体調悪くても多分そんなに、なんか休んでるとかいるけど、うん、あ、なるほど、みたいな、ちょっと二度し、家で寝とけば治るわ的なやつも、ね、子は多いですよね。いますよ、本当に。気をつけてくださいよ。はい、僕は俺イベントとかで必ず、あのほら、抗原検査受けないとダメですからね。受けないといけないんで、確かに確かに。あれな、毎回検査ね、ありますけど、うん、毎回緊張しますね、あれ。確かに。あのね、何派ですか、何をやってます。鼻派か、はい、パチッつってこの針でね、血出すやつか。これ鼻。鼻、ちょっと痛くないですか。いや、鼻、いや、痛くはないですけど、唾液が一番楽っていう方がいいんですけど、あ、まあまあね、はい、あの針のやつめっちゃ痛くないらしいですね。あれめっちゃ痛いんですよ、うん、あの血のやつですか。血のやつ、 うん、あのパチンっていう、あの自分でパチンと落とすんですけど、うん、針をね、はい、それ怖いんですよ。あれ僕よくなんか現役の頃、なんか血液検査とかでやってましたよ。こっちほら、血を出さなきゃいけないじゃないですか、はい、バチンってやって、やるやるやる、そうそう、そんな痛くなかった。嘘、僕アオタになってますよ、いつも。
本当に。翔太さん、はい、青タンって聞いてましたか。ちょっと思いました僕も。いや青タン言うやんね。青タン知らない。みんな分かってないじゃないですかね。ちょっと本当に知らないな。青タンって久しぶりに聞いた。今ね、奈良橋さんいてよかったですよね。分かんなかったですね、若干ね。青タン知ってるだろ。おあ、関西か。なんで俺関東なの知ってんだろう。よし、どうしたんでしょ、逆に。青タン関西。いや、言いますね。え、食べ物かなと思って。ちゃいます。青タンね。青タン。ちょっと青くなるんですよね。そうそう、青くなるとここがね。青タン知らなかった？知ってますよ。え、どこ出身なんですか？群馬。あ、だから、ほら、そうですぐバカにする。そうやって。めちゃめちゃ、いろんな。青タン美味しいんだな、これな。なかなか腰があってな。何言ってんすか、本当。ねえ。結構時期ですから、ちょっとまあ距離感取りながらね。そうですね。行かなあかんなとは言うんですけども。旅は旅。旅。あ、そうですね。旅。僕来月からまた石垣島行きますから。わぁ。動きな好きなんで。でもこの間北海道行ってきたんですよ。あら。はい。あの、登別温泉。ああ、はいはい。熊牧場ってあって、はいはいはい。投げるんですよ、餌。熊を？熊こうやってこうポージングするんですよ。熊を投げんの？でも流れはそうでしたね。いやでもね、三好さんなら今のね、あの体型だったら投げれそう。80キロなんだ、いや。でしょ？熊に餌を投げるんです。クマがポージング取って自分が欲しいからね。はい、なんか見たことありません？見たことありますね。YouTube でね、テレビでこう足開いたりとかしたりとかして、でこう人気のあるやつにみんな投げるっていう。でカラスが投げてる瞬間にカラスが横にいるっていくぞ。あ、そうなんですか。横取り？横取り。カラスの方がすごいぞ。全部持ってくぞあいつ。カラス。やっぱり北海道のやつは。北海道さんね。別に北海道悪くない。北海道さんのカラスね。まあそういうところ行ったりね。行ったり行ったり。アウェイの時ってでも一応こうどういったらいいかな。ないですよそんなの。ないですか。観光とか何もないですよ。へえ。あるわけないじゃないですか。仕事で行ってるんですから。いやそうですけど、ちょっと散歩しようかとか、気分気晴らしにとかないですか。ないですよ。オフはあるでしょ。オフ。え？オフ。オフ？うん。オフは。ありますよ、それは。あるでしょ、行って。あ、行って行ってですよ、さ。行ってオフ？え、試合でしょ？試合の前の日とか、例えばワールドカップとか、フランスとかじゃ1ヶ月行ってたでしょ？はい。1ヶ月ずっと試合してないじゃないですか。確かに。まあまあそうですね。だからワールドカップの時は、あれですよ、本大会入っちゃったら、全然そんなのピリピリムードなんで。へぇー、そう。ないですよ、そんなの。へぇー。現地で絶対バレますよね、でも。あ、まあまあそうですね、ほらメディアの方とかがそうですよね結構いるんで、うん、逆にあれですもん、ほらやっぱりそういうね、本大会で何言ってるんだってなっちゃいますから、まあまあね、負けてんのにとかね、ほら、まあ負けましたけど負けましたけどね負けましたけど外してよかったですよ。まだ皆さん生まれてない頃、負けましたけど。え、生まれてるんです。1993年生まれてないです。1996年。98年。あ、生まれた年です。えぇ、生まれた年です。生まれた年に試合出てて負けてます。ちょっと怖いです。ほら、笑ってないですよ。あのメンバーみんな全否定してる。いやいや、違う。ああ僕は、否定してる。でした。うわぁ。お世話になってる人ばっかりじゃないですか。言ってやろう。もうみんなに言ってやろう。あの10番の質問するんだって。みんなに言ってやろう。全否定してる。あの、ね、どこやったっけ、岩手かどっかのチームの監督いるじゃないですか。あ、グルージャね。はい。森岡。はい。監督がね。頑張ったんですよ。いや、素晴らしかったです、試合は。え、そんな、ないっす。そんなないっす。あ、ないんですか。ないです。へぇー。え、マセさん、この間沖縄行ってきたんですか。いや、だし、僕、なんならさっきびっくりしたのが、僕も昨日、あの、大阪から帰ってきたんですよ。え、そう。昨日帰ってきたんですよ。昨日か。昨日か。そう、だから、近いとこにいたんですよ。あれ、そうですよ、ナンバさんと。いや、昨日っすか、そうだ。しかも、ナンバなんですよ。僕、土曜行ったんです。え、一昨日。え、日、月で。あ、じゃあ、入れ違いだ。入れ違いですよね。入れ違いだ。土曜日に帰ってきたんですよ。もうあの日帰りだったんで。ああ、奈良さんあんま止まらないですよね。なんであんま嫌なんですか。いや別に。なんで止まらないんですか。確かに止まらないですか。そう。なんで。な、いや俺が聞いてる。なんで止まらないんですかって。ああ、その前とか。前泊とかあと泊でもいいじゃないですか。別に。いや別に後泊。一泊ぐらいしたらいいじゃん。確かに。別に後泊することもない。いやいや、じゃあ前泊したらいいじゃん。でも一人で何すんだってことなんですよ。あ、友達いないもんね。そうや。あのね。はい。いいか、三好。はい、どうぞ。俺は説教するぞ。いいか、三好。普通ね、行ったら、なんか友達とね、
ちょっと飲もうや、たこ焼きでも食べようかみつつきながらね、ちょっと飲もうってなるじゃないですか。なんでその何個も、確かにね、なんかそういうないですね、考えは。まあ、日帰りだったら全然日帰りでいい。いやでも奈良さん飲むイメージないですよね。お酒飲む、飲めないでしょ。飲めないですよね。飲めない。でも飯は食えるでしょ、さすがに。まあ、食えますけど、うん、まあ今このね、まあそこ時世なんで、そうそうなんで、どこで誰が見てるかわからないじゃないですか。確かに。はい、で、うん、僕のやっぱ知ってる方はみんな結構もう大物になってるんで、そうそう、どっかのね社長になってるとか、社長になってたりとかね。だから大阪ね社長とかね。なんか J リーグ理事になってましたね。ダメなんですか？え？ダメなんですか？慣れたみたいですね。森さんは理事になっちゃダメなんですか？いや、いいですよ。だってもうチェアマンも変わりますから ね、野村さんに。ねえ、やっぱあの二人同級生でしょ？同級生です。仲いいんでしょ？仲いいですよ。ねえ、あれでもなんかね、理事になるんでしょ？はい、あ、まあそういう、うん、こうもう同世代はそういう方たちがもうばっかりなんで、そっか、はあ、だからいろいろね、うん、やっぱこう SNS とか偉くなってね、そんな偉そうにするよ、僕は奈良さんみたいにね、うん、みんなとこう分け合えてやってくれてる方がいいよね。いやいや、そうなんですけど、そんな上からね、あじゃねこうじゃねって言う人よ、ね、いやいや、三好さんみたいなね、みたいな、俺みたいな、三好さんもすっごい上から見てる、高い高い、全然下から言ってますよ、三好さんも超上から見てる、どこにおるのあいつって、下偉い潜っとっすよ、富士山の山頂ぐらいから見てる、富士山から見てる、下から見てますけどね。でもだいぶそうですよね、みんなこう感動になったりとかね。そうです、逆になんかいないんですか、この番組から巣立ってったすごい人みたいな。それもあれですよ、この間お見送り芸人しんいち君ですよ。あ、いるんですか。彼 R1 でね、1位優勝しましたから。まあ、あとほら戸田さんがね、あ、戸田さん今回ね渋谷シティ、渋谷シティ UC ね、はいはい、ヘッドコーチね、ヘッドコーチですから。でも5月渋谷また来てくれますよ、はい、あの彼ら柴村さんとか、あ、そうなん、はい、社長と。でもショートさんもね、あ、うん、どんどんまたなるんじゃないの。いや、もうこの番組をもうバーンとか、もうバーンとか踏み台にして、踏み台にして連絡来なくなるのやめて、ブロックして、あれ既読つかへんな言って。ないでしょ絶対。そうそうそう、本当大丈夫。全然もう何があっても奈良橋さんにだけはついてきます。当たります。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこの前、そう、性にはついていかないですか。性には、はい、もう性はいいんです。性はもう性はいい、性はいいです。性はいい、性は何もないですから。性が一番いい、はもう何もない。笑ってくださってる。もうみんなね、ほんとね、もう三好はどうでもいいって思う。もう愛想笑いになってるもん。三好また言ってるぞって。抱きしめてあげるから。三好また言ってるぞって。違う違う、マセコいくつなの。僕もう35になりました。いや、もうそんなになったら。出会った時って僕20代だったんですよ。そうやね、そうなんですよ、そう、20後半やって。そうです、8かな、うん、の時ってぐらいでした。30になりました。35ですね。今年 6になります。うわ、はい、結婚せえへんの。したいっすけどね、そろそろそういう年なんですよ。いや、した方がええで。マジっすか。うん、ほんまに、うん、え、ダメしてあげるよ、俺が。何で手振ってこれ聞いないの。何が言わんでんだ。うん、丸ちゃいますわ。なんで。した方がええで。そういうことだって三好さんまだしてないですもんね。じゃない、独身やもん。うちはやばいです、もらえていなくなりますよ。いや、もうね、翔太さんは、はい、置いといて、はい、もう、三好さんは、はい、ダメ。何が違う。何がダメなの。いや、三好さんはね、はいはい、ダメ、結婚しちゃダメ絶対。なんでなんでなんで。確かに、あのね、うん、あの外の、あの翔太さんファンもうなずいてるから。うなずいてるから。絶対した方がめちゃめちゃ温かい感じ。いや、もうね、もう奥さんがかわいそう。なんでなんでなんで。なんでかわいそうなんですか。奥さんがかわいそう。いや、もう奥さん一筋だと思いますよ。え、年、今いくつ。26です。なんで。ちょっと待って、三好26かって。20歳も離れてるんやと思って。あ、僕46やから。20歳、どう、20歳年上って付き合ったことある。ないですね、20歳。そんな嫌そうだよ。20歳。どんな番組、どんなやつ。20歳はさすがに。可能性はでもゼロじゃないからね。ゼロではない。じゃあデートしようよ、今度。あ、いいですよ、いいですよ。いいですよ。喧嘩腰でしたもんね。いいですよ。そんな番組見たことない。ゼロではない。でもどんなとこ行ったらいいか分かんないですもん、もう。若い子と。ああ。奈良さんの時、奥さんとどこで。確かに。あ、現役でしょ、だって。そうや、うん、元気ですよ。え、顔刺さないんですか。全然。あ、そうなの。普通にどっかじゃあご飯行ったりして。全然です、全然です。そうなんや。全然普通です。奈良さんもう何年目ですか、奥さんとは。
もうかれこれあの浮気した時からあれがあってあの不倫がさあぶっ飛ばされるぞ三好はいどうぞ何ですかいいかどこで聞いてるか分からないんだから三好三好さん、はい、本当にやめてこれはやめよう、うん、本当あれはやめようしてないから本当にやめてしてない本当に本当してないからこれでもし、うん、ね本当に聞いてないが迫ったら、うん、本当三好さんのせいだわ本当に面白いな。あれ残るからね。あそれ。うん。ね、奥さん見たらね。あれほんまなんじゃん。これほんまですけどね。ほら。よし頼むよ。本当頼むよそこ。それやめよ。はい。そんなことする人だから。そうだね。え、じゃあ皆さんあもし、うん、じゃあ誰かと付き合い、まあ初デートとか、うん、どこ行きますか。確かに。だから僕は鎌倉ですよまず。おお。鎌倉デートがいいです。はい。で付き合ったら温泉行きますよ。で、うん、1泊2日 OK な次はそれこそ沖縄行きたいでちょっとずつ伸ばしていきます距離を結構ホップステップちょっと46ですから緊張しますもん僕多分2人で喋られるんちゃうかな思うよそうっすよねでも喋れる僕結構喋れますね嘘なんでなんで今喋れてないなんで僕結構シャってないどういうこと何々遊ぶの好きなんで、うん、結構喋るんですよえ、あ、そういうの好きでってこと遊ぶのがあ、遊ぶのが好きなのそう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 え、喋るの喋りますねえ、初デートとかやで喋る喋りますえ手つなぐ手をつなぐ恥ずかしいっす恥ずかしい恥ずかしいそれ恥ずかしいえ、俺あのこことここが当たるやんさたまに近づいたりしたらあれがええよねドラマの見過ぎじゃないですか絶対ドラマっすよ向こうからここを握ってほしいえ小指そうだからじゃあこうは早いやんあもう待ってどこ見てるのね何がもう上にもうねほんとね、はい、もうおっしゃいましたけど、うん、もうドラマ見すぎ可愛いところありますよねほんとドラマこうやって右手トントントンってこうちょっと飛んできたら小町通りとか混むやんか、うん、まぁ、あ、ちょっとこう人混みん中でね、うん、あはぐれそうだったら向こうはここにはぐれちゃうって小指じゃんいや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 折れてもいいねグレングレになってねこうやってねなんか骨折したことあるんです終わったもん骨折したことありますちょっといきなり飛ぶ、はいうん、あるんかなと思って今のくらい骨折うん試合中で腕腕いや腕足とか全部体全部あ骨折はえあのなんだっけ、うん、手首えおあでも試合にはあんま影響ないってことあんまりないですけど、うん、でも骨折しちゃったんで、うんまあ、なんだギブス、うん、押しながらやってましたバランスとか難しいです試合ですかはいはいだスローインとかもあうんどうやってやるのいやでも普通もう頑張ってなりましたよそんな人いる、はい、こうやってでもなんかね折れたらしいんですけど、うん、なんかドクターがこれ大丈夫だっつってゲーム中折れてたんですけど、うん、そのままスローインやってましたもん投げてましたあ、試合中もはい、でその2日後にレントゲン撮ったら、うん、もうポキって言ってて、うん、うわっもうそっから、あ、まあ、やっぱなんか痛いなって分かるとねやっぱり、ね、病は効かない病は効かない、うん、いや、ほんと、うん、本当に皆さんね、病は効かないですからそう思いましたちょっとね、気にせず、はい、まあ、鎌倉デートはないですからねなんで鎌倉デートどういやいや、いやそういうんじゃなくて、うん、三好さんの鎌倉デートは、うん、まあもうない、ないです。ない、ね、低い打ってんのもいいじゃないですか。いや、そういうシチュエーションがないってこと。黄緑の服着てきてくれる。わかりやすく。蛍光色で。なかなか黄緑着てこえへんね。まあ春らしくていいよね。いいんですよ。可愛い。そうですよ、もう春ですから。本当嬉しい。可愛らしい。ね、可愛らしいワンピース。で、来てくれたのね。の私のこと見たんですちょっと今、皆さんちょっとねワンピースじゃなくてすいません、まあ、いや、いいですよもう男はワンピース弱いからねミスさんワンピース弱くない弱いですねミスさん、ワンピースワクボン、何派ジャージそんなんいませんよいや、僕女性、こうシャツこうワイシャツじゃないですけど、うん、なんかこう春にこうなんかね、うん、こうシャツで、うん、でフレ何？春のコート？何を言うんだよ。あるじゃないですか。ある何ね？フレンチコート。フレンチコートね。もうそれはもう可愛い。もう僕ときめきます。へー。ときめきます。でも嫁は却下なんですよ。へー。あ、そう。奥さんどんな服装なんですか？奥さんは、はい、大嫌いの奥さんは。大好きです。あ、そうです。目がもう殺意が。もうやめてよ、ほんと。今、奈良瀬さん、殺意が出てる。これ聞くから、本当に後で奥さん。絶対ダメ。ほんとやめて。こういうのはほんまね、本当に後で、ね。ダメですよ。ね、責任ほんとに見せたことください。いや、ほんまに楽屋で言ってること違うから。ね、楽屋の時はあんだけ奥さんの悪口言うてんのに。あれ違いましたか違いますよ。俺今日帰れないもん。帰れないわ。聞いてたらどうすんの本当に。聞いてるでしょ。聞いてますよ。生放送。どうしよう。絶対ダメ。ダメです。今日ご飯食べてきたんですか。
これから？いや、これからです。帰って、あ、いや、メスさん、うん、もしなかったら、なかったらもう、うん、連絡しますよ。メスさん、ほんと、そりゃ僕ゴーストします。ほんとやめてくださいよ、ほんと。シャモ日本とかだったら。サバ、目指しね。いや、ほんと。そうしたら連絡しますから。わかりました。行方不明のニュースとかね。ね、出してたらね。いや、ほんとですから。責任取ってください。ということでね、はい、奥さんの悪口は言わないようにしましょう。はい、では、続いての曲お願いします。はい。牛島隆太さんで、オーバーヒートです。やけに伸びた前髪が風の強さを知らせる雨雲をさらってくれるなんだ向かい風も悪くはないね流行る気持ちを抑えながら軽はずみな空を忘れたことすら忘れていたあんなにも大切なものを幸せの代償に重ねた嘘見えない明日に溶けたオーバーヒートしそうな
奈良市三好のこの商品にアシスト。さあ今回ご紹介する商品は、今日はねホワイトデーということで、はい、僕がチョコレートを持ってきました2人のために。ありがとうございます。え、僕と翔太さんがいるでしょ、うん、食べれますから。おお、はいはい、あ、そういうことね。もらってないです。何が？何が？何を？え、これ好きですよね、それね。今日ね。はいはい、ということで、カレーとショコラ、フランボワーズ、フランボワーズ、フランボワーズどういうこと？言えてないよ。そう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 。フランボワーズはもう何味？これ何？ラズベリー。ラズベリーのことをフランボワーズ。読んでください。何やろう思ってね。でもこれ美味しいはず。これね、僕のこれのあの違う味めっちゃ好きなんですよ。何味ですか？ちょっとわからんけど。ちょっとお願いします。はい、じゃあと本日ご紹介するのは、森永製菓さんのチョコレートの完成形、カレドショコラシリーズから、カレドショコラフランボワーズです。2022年1月11日火曜日より新発売されます。カレドショコラフランボワーズは、華やかな香りが特徴のエクアドル産カカオを使用したチョコレートに、フランボワーズを練り込んだ甘酸っぱい果実感と香りが贅沢な本格チョコレートになってます。はい、フランボワーズは冬のチョコレートスイーツとの相性が良く人気のフレーバーです。パッケージではフランボワーズのイメージにも合うバレンタインカラーのピンクを採用しました。ちなみにフランボワーズとはラズベリーを発酵させたものです。どうぞお試しください。はい、ということで説明ね、フランボワーズ、ラズベリーを発酵したものということで、はい、うん、匂いがすごい、うん、確かにね、ちょっと苦味ですか、これは。すごい匂い、うん、早い食べる、食べてる、早い、もう食べ終わってるし、フランボワーズ、いや、それ言うてるから、ね、フランボワーズだいぶ言うてます。甘酸っぱい、甘酸っぱい、甘酸っぱい、食べました？食べてくださいね。匂いいいですね、本当にすごい匂い。いただきます。はい、うん、もう女子チョコ好きですからね。チョコ大好きなんですよ。大好きですよね、本当に。奈良さん、チョコ食べます？チョコ、うん、そんな食べ。あ、そうなんですか。なんでなんか、なんか理由一応欲しいなと思理由、はい、甘い系は僕、和菓子系なんで。あ、和菓子派、和菓子派なんで、うん、だからいつもうちの奥さんから、うん、バレンタインでチョコじゃなくて、うん、おはぎとかそういうのもらえる。あ、いい、優しい奥さん、仲悪い奥さん、すごい優しい。ほんとね、これ怒られる。いやいや、みよさん、ほんとに、うん、もう、あの、慰謝料要求されてる。いや、ほんとに全部払ってくださいね。ほんと、何億って要求されたら。何億も行くの？いや、ほんと、そうなったら、はい、もう、そうやって要求させますから。はい、もうそれはもう僕の責任ですから。全部何億したら。久留米さんが払うね。全部。もちろん、もちろん、任せてください。はい、食べましょう、食べました。食べました。美味しいですね、これ。美味しい。うん、本当に酸っぱさありますね、ちょっと。あ、ちょっとした甘酸っぱい感じも。うん、そう。あ、いいチョコにそれがあったらね。はい。匂いが ね、すごい。あ、うん、いい、すごく。いい匂い。うん。うん、おいしい。すごい、なんかチョコのね。これいくらぐらいするんですか？書いてますかね。お値段書いてないですけど。あ、書いてごめんなさい。税込み400円です。あ、おい、400円。高級。安い。でも結構量入ってますね。あ、そうなんですか。はい、あ、本当だ、いっぱい入ってる。うん、でもチョコで400円だ、まあまあね。まあ、そうですね、僕の給料じゃ買えない。あとなんかあのいちごジャムみたいなの入ってるかと思ったら、それ目では入ってないんですよね。あ、わかるわかる。ねえ、ねえ、入ってると思ったらね。あ、結構酸っぱいね。けそう、結構酸っぱいんですよ。甘酸っぱいと。甘酸っぱい。後が甘いですよね。ねえ、うん、でもワインに合うって書いてます。じゃあダメだ。なんで飲めないからワインお茶でいいじゃないですか。でもなんか甘いの食べて、うん、お酒なんですか。あー、確かに。うわ、でも僕は甘いのワインでいきますね、やっぱ。これ俺なんかケーキあるじゃないですか、うん、例えば、うん、ケーキ、ケーキ、まあまあまあ、ビールはいかないですよ。ショートケーキ、はい、だったら、うん、そうださ、飲み物は何飲み物。ビールですかね。うそ、僕はですけど。マジで。僕はそうですね、ショートケーキにビール。僕はですけど。初めて聞いた。さんは、うん、僕はショートケーキやったらビールかな。いや、同じじゃないですか。合わせてる。そうじゃないですか。ショートケーキって俺でも中ハイか、ハイボール。うん、まあそうですね。あ、でもお酒なんですよ。お酒、奈良さん逆に。僕だから、もう子供なんですけど、うん、牛乳なんですよ。あ、でも、いいんじゃない。
牛乳ってクリーム系で合うかもしれない。合うかも。牛乳あるんですか。牛乳ありますよ。え、誰なのですか。え、家族全員飲んじゃダメ。いや、いいです。でもこれ普通ですよね。でもこれは合いますね。牛乳、あ、これね、家に牛乳ないでしょ。牛乳、豆乳。あ、豆乳ね。豆乳ね。豆乳は豆乳ある、うちにもある、うん、ある。僕飲まないですけど、うん、奥さんと。もうやめよ。やめよ。いや、来ると思いますよ。もうで来ると思ったから。何置いてます。牛乳あります。うん、牛乳。一人暮らし。いや、家族で住んでるんで。牛乳あって、カフェオレとかにもします。あ、牛乳使って。いいね、いいね、家族でカフェオレ、ね、いいですね、はいはい、ね。三好さん逆にないんですね。僕一人暮らしやから。あ、そっか。全くないです。お酒以外はお茶しかないです。コーヒーも飲まれないですか。飲まない。え、冷蔵庫開けたら、うん、お酒しかないですか。冷蔵庫開けて一番下、ちょっとまあ大きめの冷蔵庫としたら、一番下もお酒しかないです。日本酒、焼酎で、普通の開けるとお茶だけ入ってる。あ、冷凍庫は。冷凍庫は何もないです。で、冷凍庫は何入れるんですか。いやいやいや、氷もそうだし。え、何何、氷、氷、氷は氷のあのボックスとかね。あ、まあそっか、まあ、あ、そっか、そう、料理しないですもんね。しないですそんな。ダメですよ。え、飲むの、うん、女の子が近寄ってこないと思います。なんでなんでなんで、え、どういうこと。夢の証拠ですね、さすが。え、どういうこと。言ってください。言ってください。やっぱ料理ができる男性じゃないと最近の女の人は見向きしない。素晴らしい。え、こっちが作る派。も、うん、そんな役割なんかないですからね、うん、できた方がいい。ほらほら、はい、そうそうそう、役割ない、役割はないですから、うん、あ、洗濯掃除とかこっちとかそっちとかないってこと。はい、できる人がやる。できない人はどうしたんですか。 できるようになる。料理できんの。料理もちろん、一人暮らしですよ。ちょっと、じゃあ絶対できるよ。カップラーメン料理じゃないですかね。え、もちろんもちろんもちろん。本当ですか、大丈夫ですか。もちろん、料理得意ですから。そう、はい、僕できない。信じてない。知らないでしょ。僕できない、できないんで、はいはい、役割分担で、いや、役割分担で、はい、食べたお皿は全部僕や。あ、素晴らしい、いい、素晴らしい。いい旦那さんです。それは素晴らしい。え、全部洗うんですか。洗います。食器洗い機でしょ。絶対僕洗います。食器洗い機に入れて。食器洗い機なんか嫌なんですよ。あれ、なんか取れないでしょ。いや、なんか、なんか自分で洗いたいんですよ。へー、なんか食器洗い機になんか任せたくないです。なんか、あ、そう、自分で洗いたい。自分で洗いたい。珍しいですね。僕だから、その後だからお皿洗いと、洗濯は絶対僕です、はい、めっちゃいいじゃないですか。絶対僕です。え、でも娘さんの服とかどうやって洗うんですか。洗わないでしょ、自分でやってるでしょ。いや、洗濯機。違う違う違う、偉い。畳むの誰。多分僕ですよ。めっちゃいいパパじゃないですか。僕時間ある時やりますよ。めっちゃいいパパ。優しい。何急に最後に何やめて。何やめて。いやいや、なんか急に。いや、もう、いや、もう聞いて。嫁と娘に聞いてください。本当に、あ、やめ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 。皆さんが下げすぎたからね。いや、下げ。いや、でも僕はもう全部自分でしないとやってくれないから。本当にやりますよ、ちゃんと掃除、洗濯。ご飯はまあね、なんとでもなるんで、洗濯と掃除だけはもう自分でやるしかないんで。ご飯だけはまあコンビニもあるし、近くにね、そこで買っちゃいますけど。全部から自分ですか。大体。え、翔太さんは。僕自分で作ります。あ、素敵。裏切ったのメロじゃないの。まだ夕張にね。東京ですよ。得意な料理あるの。得意な、何でもやるんですよ。卵焼き、和食以外。卵焼き、うわ、すごい。なんでなんで、何、和食以外は作るんですよ。え、和食だけ下手なんですよ。下手って何。作ったことあると思う。なんかお父さんお母さんが作ってくれたの、ちっちゃい頃から。以外を自分が作ってたんですよ。中華とかイタリアンとか。お、すごい。そうですよ。すごい。ほんまにそれ。本当にやつなんですよ、ちっちゃい頃から。うち、なんか自分が料理をやなくてちゃいけなかったんですよ、うん、ちっちゃい頃に、うん、妹がいて、うん、でお父さんお母さんが共働きで家にいなかったんで。家なかったから自分が妹なの。作ってた。妹作ってました。なんだろ、その効果が上がるやつ。いろんなもの連れ込んでんだよ。ね、料理できる、やっぱかっこいいですよね。かっこいい。よかった。料理できる男性かっこいいですよ。こうね、作りますけど。目玉焼きでしょ。目玉焼きでしょ。目玉焼き、もうそこでしょ。卵割りゃええやん。目玉焼きぐらい作れますよ。いや、僕も作れますよ。目玉焼きはね。目玉焼きは。目玉焼き、卵かけご飯は好きですよ。え、一番得意なそうな、うん、料理。何が得意なの。餃子とかもできるの。あ、でもパスタが得意っす。パスタ得意っす。何でも作れますよ。うわ、女子好き。かっこいい。よかった。パスタ。かっこいい。すごい。見習ってください。見習いますよ。食べて、食べる量はだいぶあります。まあまあ、
そこはね幸せボディが、はい、ふっくら幸せボディが幸せなのかね幸せボディ幸せボディが待ってます。前回ガリガリでしたからね。そう心配になってました。そうなんです。逆にということでね、はい、ちょっとぜひこれをね、はい、食べながらワイン飲んでいただいて、はい、はい、この番組聞いていただきたいと思います。ではここで一旦 CM です。かっこいい。私たちロップスは元サッカー日本代表選手を講師に迎え、小学生を対象としたサッカー教室を開催しています。考えて表現するを基本方針として、子どもたちの未来のためにサッカーを通してさまざまなことを学んでほしい。一流の選手からサッカーのプレーばかりでなく、さまざまなことを体験し感じてほしい。そんな思いを込めて私たちはサッカー教室を用意しました。その場を名付けて坂の場。ロップスはこの坂の場で子どもたちの未来を原動力に、学びと表現力、そして感動を提供していきます。ロップス、となりました、はい、ショートさんありがとうございました。ありがとうございます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 。ということで、ね、今月はサッカーね大一番ありますから、はい、ちょっと乾杯できるようにねしたいですよね。ですね、はい、まあ、勝てばもう文句なしでしょ。そうです ね、はい、それより勝てば来月かですね。来月乾杯ね。乾杯で、ね、来月できるようにね、はいはいはい、なんかこうねサッカー見ます、うん、見ます、もちろん。もちろんです。信じてください。見ますか。はい。でも、あ、テレビ放送ないですよね。アウェーなんで。アウェーはね、オーストラリア戦でねえ、はい、残念、ダゾーンでしか見れないってね、はい、もうそれは本当にやめてほしい。まあ、なんかね、あの田島さんがそう、はい、なんとかしてやる、自分のお金払ってでも言うて、はい、言うた次の日に無理でした、おりますね。何やって、まあ、いいんです、いいんです。いいですか。はい、いいんです、はい、まあまあまあ、応援して、魂を送りましょう、はい、気持ちをね、はい、送ってね、はい、やっていきたいと思いますんで、ぜひね。なんかあれですね、はい、なんかスポーツグラデーションっぽい話でしたね、はい、今ね。最後ね、最後ぐらいですね。もうデートやなんや言うてる場合ちゃいますからね。最後ね、俺だからプロ野球もね、もう開幕。開幕ですよ、うん、はい、開幕ビッグボス、ね、ちょっと昨日残念ながらサヨナラ負けしたみたいなんで。あ、そうなんですか。はい、ちょっとまあでも、はい、北海道盛り上がってますよ。2023年移転でしょ、北広島市に。あ、そうなんですね。移転ですから、まあ、そういう中でね、はい、どうかほら日本シリーズね。そう、去年のことがありますから。そうですよ、最下位からグッときますからね。いや、分かりませんからね、両リーグとも、うん、はい、ということでね、すごいこう奇跡が起こってますから、うん、はい、もうそれがスポーツの醍醐味ですよね。どんなことが起こるかっていうことがね、分からないっていうのと、あともうコロナがね、早くね、もういいですよ、うん、もうええわ。いや、ほんとそうですね。もうええで、うん、っていう話ですから、ちょっと来月は収まってほしいですよね。4月ね。今日何人ぐらいなんでしょうね。今日はね、はい、4000。あ、だいぶ月曜日だとちょっとね、はい、まあ、1万人超えてないっていうことか、はい、そっかそっか。もうこのままもうね、あともうウクライナとね、ロシアのあれも ね、うん、ね、早くもうね、もういい、ね、もう仲良くしましょう。この2022年にそんなのやめましょうよって話ですよ、ね、ちょっとね、詳しいことは分かんないですけど、やってはいけないことですから、はい、そうですね、ね、スポーツでね戦うにはいいですけど、素晴らしいね。そうですね、かっこいいですね。どうですか、三好聖がね。ちょっとおかしいですよね。三好聖と申しま す、 しします。なんか今ちょっと 今だけ切り取ったらかっこいい。いやいや、かっこいいですね。でも楽屋でしつこいじゃないですか。そうそう、あれは俺よかった。あれはよかったね、俺。楽屋で1時間喋るから。喋るから。あれよかったよ。楽屋でめんどくせえんだよな。そうなんですよ、楽屋でやろうね。はい、ということでまた来月もお会いしましょう。さよなら。